こんにちは。私は今日、あなた方が炎のリングとして知っている日食パターンのエネルギー意識としてあなた方に紹介します。私はキリスト意識のエネルギーの前兆であり、印であり、シニフィアン、言語記号の表現面、音のイメージ、聴覚映像であり、アセンションのエネルギーであり、アセンションを達成したいというあなた方の願望によって顕在化されたものです。この時空の瞬間のために、ここに来たすべての人は、自分の中に炎のリングの符号化をもたらし、それが目印であり、入り口であり、触媒であることを知っています。愛の代わりに恐怖によって、プログラムされた言葉、思考、行動に光をもたらし、自分の影の側に気づくよう、熱心に取り組んできた人たちは、すでにあなた個人の炎のリングを通ってアセンションしています。あなたたちは、天と地を結ぶ架け橋、人間の姿をしたアセンションの虹色の光の橋を作るために、ここに来たウェイシャワー、道しるべ、なのです。恐怖のプログラミング、洗脳、仕込みに没頭するたびに、あなたはアセンションの橋のエネルギー的な通路にレンガ、障害物を積みました。私は、ウェイシャワーの皆さん、光の保持者の皆さんに、あなた方の仕事のこの段階が終わったことを、確認するために現れました。あなたは目的地に到着しました。よくやったという安堵感を味わってください。あなたは、ガイア、人類、そしてその先への奉仕という、この瞬間のためにここに来るために、遠い昔に残した、より高い波動エネルギーを、もうしばらくしたら体験することになります。あなた方は、地球のカルマと密度を、深く掘り下げなければならなかったので、この瞬間を設定するのに、数えきれないほどの生涯を費やしました。それから、あなたは向きを変え、統合と解放へと動き始め、世界的かつ銀河的な解放の瞬間を作り出しました。Y、このシードポイントは、すべてなるもののあらゆる側面において、極めて重要な意味を持つのです。でも私は完璧ではありません。まだ統合しなければならないことがたくさんあります。とあなたは囁くかもしれません。私はあなたが完璧であることを確認するためにここにいます。不完全さは幻想です。あなたの思考、言葉、行動が完璧であるかどうかということではありません。完全な信頼、完全なコミットメント、約束とは、内なる暗闇に目を向け、愛よりも恐れの方が強い思考、言葉、行動を認めようとする意欲のことです。すべての思考、言葉、行動の根底に愛があることを知っているので、あなたはもはや恐怖を恐れることはありません。これこそが、あなたが自発的に明らかにしようとした完璧さなのです。この二つの日食の間の期間に準備が整います。パートナー、子供、家庭、仕事、友人、経済、才能、情熱など、あなた方の人生で深く決まっているように見えたものすべてが、実は古いエネルギーの反映であることがわかるでしょう。もはやあなたの役に立たないものは、すべてあなたの人生から追い出されます。あなたの人生のあらゆる側面はエネルギーの目印であり、あなたが見て、受け入れ、解放するように求められている仕事を反映する外的シンボルでした。その仕事、そのショーはもう終わりました。多くのことが変化し、進化し、優雅さとスピードを持って消えていきます。このプロセスの中で、あなたの人生のあらゆる側面、あらゆる細部が、あなたのハイヤーセルフと、すべてなるものの意識によって、
どれほど複雑に管理されているかを知ったら、あなたは驚くでしょう。無視されている小さな側面は一つもありません。あなたは最高の夢が実現し、あらゆる瞬間に心の歌が表現される大きな流れの時期へと移行しています。これは記念碑的な事業でした。あなたはもうすぐ、ベリースーン、この瞬間のために、あなたのために信託されてきた恩寵や贈り物、非物質的なものも物質的なものも享受できるようになります。内なる平和を深呼吸してください。あなたはやり遂げたという認識、それがどんなに小さなことであってもを大切にしてください。あなたはゴールに到着しました。そして今、大いなる発狂が行われます。